アーラン・オクタビアンヒウ・ヒュームアラン・オクタビアン・ヒュームは、スコットランド生まれで、インドで働いた、役人、鳥類学者、政治家である。インド最初の政党、インド国民会議の創立者の一人である。スコットランド東部、アンガス州のモントローズで生まれた。イギリス海軍のフリゲート艦、バンガードで、主官候補生となった後、イギリス東インド会社の行政職に就く者たちの、 教育訓練をする東インド会社カレッジに入学し、ロンドンのユニバシティカレッジ病院で医学を学び、1849年にイターワーのインド内務省に派遣され、1867年に現在のウッタルプラデシュ州の地域の関税局長官を務め、1870年から1879年までの間はインド農業省の長官を務めた。 インドの住民に同情的な立場は、イギリス政府と対立し、1879年に左遷され、1882年に職を辞した。イラー・ハーバードで、ヘレナ・ピー・ブラバツキーとヘンリー・スティール・オルコットと知り合ったことで、1880年に新地学協会に入会し、1881年にシムラーのロッジの所長となり、活動の資金援助するが、 ブラバツキーと対立し、1883年に教会を離れた。1882年に役人を退職後、政治的な活動を行い、民主主義とインドの自治を提唱し、1885年のインド国民会議の創設に尽力した。創設から1908年までインド国民会議の事務総長を務めた。鳥類学者としては、 インドは大陸の10万2000点の鳥類資料を集めた。1894年にイギリスに戻り、南ロンドン植物研究所に設立した。オストジービューでツアーとビアとマンシャーマル、アオホストリートメアリークレイ、ケント、イングランドアムゲゲベン、バイグロフィンフォンオーナサレジェン。 h t t p w w w z o n o m e n n e t スラッシュバスラッシュ bioh.html 例えび、インスイクロープティアブリタニカ h t t p ュアブリタニーカドットコム ep アーティクル -904 万1 4 9 3 r ーランオクタビアンヒュームハット ディサフィーアズ・エポリティカル・ムーブメント http://www.rpost.org スラッシュ html スラッシュアーティクルズスラッシュエソテリックヒストリービバイト html アットザディサフィックル・ムーブメント1875から1950 http://www.phx-ult-lodge.orgslash t-e-o-s-o-p-h-i-c-a-pa-10-low m o v e m e n t h t m h a t t h e h i n d l o o k r e v i e http://www.hinz.com/.br/.2004/.09/.21/.stories/.200409/.210030140/.htm.int a n post.http://www.indianpost.com/.viws pampphp カラースウェードパーセント20グレーアランパーセント20オクトビンパーセント20フメヒュームは植物の学名で命名者を示す場合にアランオクタビアンヒュームを示すのに使われる。ありがとうございます。